矢口光大3年山梨学院高校プリンス関東王者の新キャプテン高校屈指のハードワーカー昨年度の全国選手権ではベスト11級の活躍で優勝に貢献読みとフィジカルが抜群でボール出し能力が高く推進力あふれるドリブルからチャンスも作れるちなみに顔が安藤瑞希に似ています。斉藤陽太3年名古屋アンダー18プレミアウエストなぜ代表に呼ばれない。1年時はサイドハーフのレギュラーとしてプレミアウエストと J ユースカップの優勝に貢献した逸材。キレのあるドリブルとシュートセンスが抜群で攻撃で違いをもたらす。ボランチにコンバートされて守備でも成長中。藤原直和3年福岡アンダー18プリンス九州なぜ代表に呼ばれない。1年時から司令塔として J ユースカップベスト4に貢献した。小柄だが圧倒的な足技と相手の逆を取る感覚に優れており、攻撃での存在感は抜群。島田春人2年マリノスユースプレミアイーストオールラウンダー。確かな技術と戦術眼を誇り、フォワードとセンターバック以外ならどこでも安定した働きを見せる。攻守ともにセンスを感じさせる選手。遠山春樹3年京都アンダー18プレミアウエスト世代屈指のボランチ。トップの川崎颯太を放送させ代表飛び級選手常連の逸材。抜群の運動量と球際の強さでボールを奪ってから巧みなテクニックやキックの精度で一気にチャンスを作り出す。ミドルも強烈。ぜひトップ昇格してほしい。
はい、どうもこんにちは、高校サッカー部です。今回はあの国民的有名アニメ あのテーマソングを歌いたいと思います。まあ、皆さんもね、あの一度はあの歌ったことがあると思います。あのこの画面越しに皆さんもぜひ一緒に歌ってください。ではレッスンやシンギング歌ってください。ドラえもんの歌。あんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なポッケで叶えてくれる。空を自由に飛びたいな、はーいはーい、あんあんあん、とっても賢いホリエモン。みんなの歌声聞こえてたよ。バイバイ。